へえ、ブラッドってすごい人たちなんだね。そうなんだよ、人気使いのリーダーみたいな部隊なんだよ。俺ジュリウスの次にブラッドに入って、あ、ジュリウスっていうのが隊長なんだけどね、すごいやつでさ、後から来たやつ、今そいつ副隊長をやってるんだけど、結構そいつもすごいやつでさ、正直副隊長になれなかったのは悔しかったけど、そいついいやつだからちゃんと支えようと思ってさ。でそれからもいろんなメンバーが入ってくるからさ、みんな少しでも早く溶け込めるようにっていろいろ頑張ったんだよね。そうかいそうかい、ロミオちゃんは偉いね。いやさ、ジュリウスなんか特に結構不愛想というか、あんまりそういうとこ気が回らないからさ、だったら自分がそういうとこ担うべきだなと思ってさ。いやまあ元から人と仲良くするのは好きなんだけどさ、でも後から来たギルってやつとうまくいかなくて、俺は俺なりにいろいろ頑張ってる。無神経っていうか、まあ任務中にぼんやりしてたのは俺が悪かったかもなんだけど。ロミオ、お前さんはもう少し胸を張った方がいいな。うん、分かってるんだ俺、自分に自信がないってこと。でもさ、どうしようもなくて、みんなずっと俺よりすごくって、俺にできることなんてほとんどなくて、経験もないし知識もない、意志も弱いし人の顔をうかがってばかりで、それが嫌でみんなから逃げてきたんだ。お前さんは人や友達が大好きなんだな。それは本当に胸を張っていいことなんだ。人は群れないと生きていけない弱い生き物だ。だから人の顔色を伺って当たり前なんだ。でも俺、逃げ出して。休むのと逃げるのは違うでしょ。ロミオちゃんが戦ってくれているおかげで、戦えない人が助けてもらってるんだよ。少しぐらいここで休んだっていいでしょ。なんならうちの子になる？ありがとう。俺、戻らなきゃ。ああ、戻るといい。お前さんの居場所にな。また遊びにおいで。そうだな。人気使いが家にいると安心だからな。あのさ、サテライト拠点か極東支部にでもさ、じいちゃんたち引っ越さない？本部に直接申請すればなんとか通ると思うんだ。俺、親戚も肉親ももういないし。だからわしらがここにいるのはな、その席を若い者に譲りたいからだ。ありがとう。でもね、それはロミオちゃんの未来のお嫁さんのためにとっておきなさいね。これは荒神。